ニコ生、はい、行ってきたよ、はい、特別編、はい、行ってきたよ行ってきたよ特別編、はい、行ってきたった行ってきたったっすよね。行ってきたよ。いやー、ほんともうドキドキでしたね。普段こうやって YouTube とかでやってるからさ、はいはいはい、なんかね、同じことしてるのに、はい、なんだろうね、このやっぱり生っていうなんか意識はね、どっかにありますね。あとね、それとあとね、リアクションが聞こえるでしょ。そうですね、はい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 、で、まあ、まあステージも割とそうだけど、はい、まあっていうほどリアクションも、まあ、そんなに聞こえる感じでは、わーという感じのリアクションであって、はい、意味のわかるリアクションでは、はい、ついついこれを連動して見てるんだと思うと、はい、なんか会話をしちゃうね。そうね、そうなんですよね、うん、そこが見てる人のやっぱり喜びであったりもすると思うんですよね。元帥とネットを通してお話ししてる感じですからね。まあそういうことだよね。なかなかないですよ、そういうことって。本当に、うん、普段はだってこう、僕らだってなかなか元帥に会うことできないそうですよね。そうなんですよ。電話特に電話私のようなあの民間のものはね、電話してください電話してくださいそうですね。でも本当にね、だからそういう機会もやはりこれからね、あればいいなとは思っておりますが、うんうん、忘れてない面白いこと言うの。あ、そうですね、昨日からみんなずっと24時間待ってたんだ。待ってます。これ番組の最後に行ってパスと終わる感じなのかなと僕は思います。あ、じゃあそうしましょう。それは失礼いたしました。そうしましょう。もういろいろあれあるんでしょ、あの一番面白いやつ。おお、ね、伝統ありますから ね大将はね、振りのいらないやつ振りが全然いらないやつ、そう、振りのいらないやつ振り出していけるやついやいや、怖いですね、大将という役は。いや、大将怖いよ。大将怖いですね。大将は怖いよ。これは試されるからね、毎回。そうですね。もうね、あの一般人は怖いもんないからね。うん、どんどん無茶振りするからね。マジですか。どんどん髪の毛薄くなってくよ。本当ですね。もう、あとこれだけしかないですよ。もう、でもね。そうですか。今、ノルマクリアじゃないですよ。今のは全然もう、今のは普通のもう日常会話の中の一つでございますからね。そうですか。まあでも、良かったね。良かったねっていうか、でかいことになっちゃったね。そうですね。まあ、実際八尾大将、千葉大将、まあ、いた両巨頭だけど、もちろんいるんだけど、はい、八尾上級大将、また二文字ってところがね、うん、上級大将つけてもらって言いやすいっていうことです。言いやすい、八尾上級大将。せっかくだから名前変えればいいよ。言いやすいように、なんかサットン、はい、サットン、サットン、そうですね、サットン、なんかまあゼロ始めにするとかさゼロ大将、ゼロ、まあ、違うな。だからそういうところも、はい、作っててもいいじゃない。そういうふうな名前、うん、解明の、この12ヶ月の間で、はい、どれだけ変わっていくかっていうのを僕は楽しんでほしいな。はあ、はあ、なるほど。まあちょっと生放送だからさ、はい、あんまりちょっと時間も気にして言い切れなかった部分って多々あったんだけど、うん、やっぱり完成品じゃないんだよ全く、はいはい、昔も、はい、今はもちろんだけど、うん、昔だって完成品じゃない、うん、僕自身も完成品じゃない、だけどどっかで完成したってことにしないと作ることができない。その完成したっていうのをここでやめますっていうのがこの原宿からなんで、はあ、ここからどんだけでも変えます。僕はどん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 変える、どんどん変えていく。逆に見逃せないですよね。でも逆に言うと、帝国がすごい大切にしてる部分っていうのは絶対変えないから安心してもらっていい、はあ、ここはこだわるっていう部分は絶対こだわる。それがないものはダメだと思うんで、うん、だから、まあ、つまり僕は大切にされてなかった。そんなことないよ、そんなことないよ。やっぱりね、僕帝国にも21世紀があるそうですよ、飲みに行く居酒屋がやっぱり大事じゃないですか。そうですよ、親父に会いに行くんですよ。そうです、ジョージ親父に。お前してください、新しく入ったんかまあそうか、ね、お前新しく入ったのか、今日煮込みうまいけどねえねえだったな。それでは佐藤新大将、佐藤新大将に面白いことをやっていただいてお別れいたしましょう。ダフンだ。テイク2あった方がいいですか。テイク2あった方がいいですか。これでも小泉大将やってましたからね。ねえ、そうですね。これね、終わらないです。これ終われないですか。ちょっと決めましょう。今ね、押そうと思ったんだけど、あれってまだなっちゃった。よくも悪くも次で終わりましょう。追い込まれてきましたね。これもしかしたら3日目かもしれない。マジですか。3日目これだけで、リベンジっていうリベンジ編だけ、はい、これハードル高いですね。これ今でもほら、だからあれから24時間待ったんだよ、みんな。都合48時間待ってる。そうですよね。殺到、うわー、やばい。何もない。一番面白いと思ってるやつを出せばいいだけですから。よしよしよし、あ、いきますよ、はい、3、2、1、9ドーン。